私たちは最初、自分たちで遊んで楽しめるものを作ろうと考えていました。そんなある日、3人でトランプをしているときに気がついたことがあったのです。それは手に持ったとき文字が読みにくくないかということでした。長い時間の中で長方形になったトランプもいくつか問題があったのです。慣れれば大したことではありません。ですが手が小さい人や不自由な人にとっては敷居が高いものになってしまうのです。そうか、だったら新しいトランプを作ればいいじゃないか。これらのすべてを解決するために私たちは新しいトランプ、ヘキサトランプを提案します。シャッフルがしにくい場合に人はどうやって混ぜようとするのでしょうか。それはごちゃ混ぜです。でも正方形だと縦と横があるため、集めるときに向きの違うカードが飛び出したりしますよね。この問題の改善なら正方形でも構いません。しかし正方形では手に持ったときの文字の見やすさや、もっと根本的な持ちやすさの改善ができないのです。カードは形が丸円に近くなるほどまとまりやすいのです。指先に合う形の中で、一番円に近い形が六角形。従来のトランプに近い半径45ミリの六角形から、老人ホームや中学校の特別支援学級で多くの意見を受けて半径 42.5 ミリにしました。これは手の小さい子どもや老人の方、そして私たちの中で最適な大きさなのです。六角形の形にしたときに従来のトランプと同じデザインを無理やり当てはめたとき、実際に使ってくださった老人ホームの方々はごちゃごちゃして見にくいとのことだったので、不必要な要素を取り除くことで分かりやすく見やすくしました。具体的には従来のトランプと同様に数字記号を縦に並べて表示すると、深くカードを開かないと両方を見ることはできません。ゆえに記号の中に数字をくり抜くことで簡略化に成功しました。しかし従来の黒赤からくり抜いたときに、老人ホームでは黒と白は目がチカチカするので、青の方が良いのではないかという意見がありました。よって黒と白より明るさの差を和らげる意味で濃いめの青を採用しました。他には数の分だけある記号などは多くなるにつれ目がちらついたり複雑に見えたりします。そこで六角形は周りに数の分だけ記号ではなくドットを置くとこで複雑にならないようにしました。絵札には複雑な原因となるドットを採用せず、見た目で分かりやすくするために文字と象徴するアイテムだけにしました。私たちは他の形を探すためにたくさんの多角形を試していたとき、他にも新たな発見があったのです。形が隙間なくタイル状にくっつく最大の多角形は六角形であること。一見何でもないように聞こえますが、七並べなど場を使うゲームに対してこれは大きなことなのです。従来のまま使え、拡張性を追加しました。今まで慣れ親しんできたトランプ、そんなトランプを六角形に拡張性、すなわち新しいルールの追加をしました。例えばヘキサ七並べ、
これは従来の位置並べから同じ記号を一列に並べるという規則を取り除き、自由度、戦略性を高めました。そして足し引き、六角形に足し算、引き算の要素を加えることで頭の体操をしながら楽しめる遊びです。このようにすべての人たちが楽しく使えるトランプ、ヘキサトランプはそれを目指しました。この6つの辺を持つトランプが6つの辺の等しいつながりのように、子どもからお年寄りまで、高校生から社会人、体の障害の有無にかかわらず、より多くの人たちの接点となるでしょう。増えた接点は関わりのきっかけとなり、人と人とのつながりをより強くするでしょう。これで発表を終わります。ありがとうございました。実際カードでそのルールを新しく、その六角形になったことでできるゲームってどんなゲーム、七並べってありましたけど、七並べがどう変わるのか教えてもらっていいですか。はい、では手下君を映していただいてよろしいでしょうか。例えば七並べ、最初の配置はこの4つになっています。で、例えばスペードであれば、いろんな角にスペードの6や8、従来と同じように階段で並べていくことができるんですけども、8、9、10というように、例えばダイヤの角を妨害して自分の戦略性を高めることが可能です。いや、なんかいろいろそのいろいろこう試行錯誤をしている過程がすごく見えたプレゼンテーションだったので、それも良かったと思います。考え方のプレゼンがずっと続いて、これでやっとちょっとプロダクトが出てきたんで、それはそれで面白いと思うんですけど、その中にまたその黒をちょっと青くすることで老人の高齢者の方々が見やすいっていうところに気づいたのがすごくいいなと思いました。違和感ないしね、こうやって見ても赤と暗い色があれば、僕らもトランプに対しての感じ方も一緒のまんま、より多くの人が楽しめるというふうにこう広げたところがいいと思いました。ロッカーっていうゲーム知ってますか。はい、そうそう、ロッカーが柿の木原さんってデザイナーが発想した六角形のトランプが出てて、で黒より青って発見したのはいいんですけど、裏面、六角形だと裏面の考え方というか、本当に人をコミュニケーションのツールとしては対戦してる時とかに平面のその数字側の面だけじゃなくて、向かい合った時にどうその六角形をさらに面白くするかとか、形状を変えることで実験してたら、もっともっと遊び広がるのかなとか、それだとどんなタワーができるのかなとか、いろいろ気になったりする部分もあるんで、もうちょっといろいろやってもらいたかったなって思いました。